見習い者のフユーチューバー佐々木カルパッチョ。ジョンゴルの見習い者のフユーチューバー佐々木カルパッチョだぜーということでですね、11月26日、今日はですね、朝ですね、明日11月27日発売、桃色クローバー Z 20枚目のシングル、ステイゴールドのね、渋谷駅の看板見に行った動画を上げたんですけども、今日は前日、そして転着日ということでですね、フラゲするということで、ステイゴールド届きましたー、こちらをですね、開封してみようと思います。でね、これ開封には大きな意味があって、なんと今回、このステイゴールド、ゴールドディスクを引けたらですね、なんと、メンバー全員からの直筆サインがもらえるらしいんですよ。うん。でね、それをですね、ツイッターで僕は見ましてですね、今日届くのを心待ちにしておりました。はい、桃色クローバー Z、ステイゴールド、ゴールド版キャンペーンというのをやってましてですね、初回限定版と通常版購入でですね、100名様にゴールド版が当たるということでですね、この通常版の2枚に比べて、ゴールド版はこんな感じで、ゴールドになってます。ご当選者様には、メンバーサインとケースに入れて、お戻ししますということでですね、ご送付期限は2020年1月15日水曜日までなんでね、皆さんも早く、初回限定版、または、通常版を購入してですね、ぜひゴールドを当てましょう。そして、カルパッチョは、箱推しなのでですね、箱推しのカードもしっかりゲットしてますよ。はい、ということで早速、開封します。さあ、カルパッチョは、見習い者の負から、奇跡を起こせるのでしょうか。パカッ。うわー、めっちゃドキドキする。どうしよう、どうしよう。いきます。じゃあ、皆さんに見せましょう、先に。ババン、どうですか？あー、ちょっと待って。残念。100枚のゴールドディスクではありませんでしたが、限定版、確かにゲットしました。ああ、もう1枚通常版も買おうかな。そうしよう。 OK、 以上ステイゴールド11月27日20枚目のシングル桃色クローバー Z 発売前日のフラゲのゴールドディスク当たるかどうかでした。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、見習い者のフユーチューバー、さやカルパッチョだ。Z！ もう一枚買います。